あ、もしもし、河野です。立花さんあんねん。あのさ、俺動画見たんだけど、何また寒波？寒波っつってんのお前。ねえ、お前さ、未然に切れよなあ。たださ、お前脂肪の塊なんだからおめえ。なあ、お前金じゃねえぞ立花。なあ、お前さ、アルファードなんだろ？ああ。あれまず売れよ。あれ下取りにしろ。車。軽乗車かい？中古の。中古の50万ぐらいの車買いに行け。すぐに。そしてアルファード下取りにしろ。そしたらプラスになるから。え？じゃああれ使えよ、お前。選挙カーでお前の顔入り写真のやつだよ。あれ、普段移動しろよ、お前。なんでお前250万円って足りねえってお前動画でやってんの？ 11 億集められる男が250万たまんねえってどういうことだ、この野郎、おめえ。なあ、豚の分際で、てめえ。だから売れよ。車売れよ。それとお前六本木はどうなったんだ、家賃。あれ35、6万ぐらい払ってんだろうな。なあ。今すぐ引っ越せや！豚の分際でね。いいから車売れ。そして足りねえ分は、なあ。てか足りねえだろ、お前500万じゃ。成果報酬ってあんだよ。普通な、着手金と同額だぞ。執行猶予ありきで今回動くんだろうが。執行猶予つけば、成果報酬しっかり取られんぞ。落合弁護士に500万。なあ。お前500万で済むと思ってんの、お前。なあ。やめけん弁護士だぞ、お前。高額な。知らなかった？お前、バカなの？お前。そっか、お前、本人訴訟しかしたことねえか。実は。弁護士っつうのは、ファイトマネーみたいな、着手金っていうのを最初に支払い、そして、成果、いわゆる、判決、全部終わった後に、成果報酬っつうのを支払うんだよ。同じ額。あと、お前、750万だぞ。まあ、とにかく、ガーシーの次が、斉藤健一郎だから、斉藤健一郎の歳費すべて、差し押さえろ。1円も支払うな。わかったか？アルファードすぐ売って、選挙カーのあのお前の、スプレーぶっかけられたあの車、あれ、移動しろ！あったか、この野郎！豚！たく。へなへなちゃん、できるよね。できるはず。へなへなちゃんだったら、できるはず。